弟が経営する美容室の口コミが悪いので、弟から覆面調査を依頼された一致。一致がお店へ突すると、容姿でお客を判断する店長が現れた。店長は一致をけなしまくり、一致の抗議むなしく、来店拒否されてしまう。翌週、一致は改めて店へ行き、自分がオーナーの姉だと正体をバラすも、負けじと言い返す店長に弟はたじたじに。切れた一致が怒声論をぶちかますと、店長は突然弟に告白を始めたのだった。客を選ぶ高飛車カリスマ美容師店長。オーナーの弟と突した話。初めて覆面調査をするから、記念にすれ立てしてみたけど、これで合ってる？どんなお店へ覆面調査するの？美容室だよ。待て待て、まずは一致のスペックからだ。ごめん、初めてのすれ立てだから、不慣れなところは多めに見てくれたら嬉しい。では、私のスペックから。私はアラサー既婚子なし、美容系の仕事をしている。今回覆面調査を依頼してきたのは、実の弟なんだ。3歳年下の弟は、美容室や古着屋など、複数の店舗を経営している。その弟が経営している美容室の、覆面調査をしてほしいとご指名をいただいたわけだ。発端は、予約サイトの口コミだった。弟が経営する美容室の口コミに、気になる意見がちらほら書かれていたらしい。美容師が容姿でお客を判断するとか、予約を断られたとか、店長が最悪だとか、信じられないような内容が、複数件投稿されていた。弟が経営する美容室は、閑静な住宅街の一角にある、隠れ家的なお店だ。弟は元美容師で、店長は弟が昔働いていた店の先輩だ。店長は人気のカリスマ美容師で、モデルやインフルエンサーなどの指名も多いらしい。弟が働いていた店はかなりの激務で上下関係も厳しく、朝から夜遅くまで仕事と練習で、寝る暇もない。美容師業界はブラックな傾向があるけれど、弟が勤めていたお店は特にひどかったようだ。それでも弟は我慢して何年もその店で働いていたが、とうとう限界を感じて店を辞めた。雇われ美容師に疲れた弟は、こじんまりとした美容室を開業した。オープン当初は静かなお店だったが、口コミで来客が増えていき、人員補充が必要になった。弟が知り合いに声をかけていると、先輩美容師が雇ってくれと立候補したらしい。先輩美容師は、店の方針と意見が合わないことが多く、新しい職場を探している最中だったらしい。はじめは先輩を雇うことに乗り気ではなかった弟だが、先輩美容師に熱心にお願いされてしまい、最終的に、弟が折れるような形で、先輩美容師を雇うことになったそうだ。さすが繁盛店でカリスマ美容師と呼ばれるだけあり、先輩の働きぶりは素晴らしかったらしい。先輩を慕って、モデルやインフルエンサーなどの華やかな客も増えていき、SNS 効果も相まって、お客はどんどん増えていったようだ。数年後、弟は経営に専念することにして、先輩に店長業を任せることになった。しかし、その頃から、徐々に店の悪評が聞こえてくるようになったらしい。評判が気になりつつも、最近弟は古着屋などにも手を出し始めて、多忙を極めていた。オーナーである俺が店へ突したところで、取り繕われる可能性が高い。姉ちゃんだけが頼りなんだよ。そういう経緯で、私に白羽の矢が立ったというわけだ。SNS で店をチェックしてみると、可愛いお客さんが多い印象を受けた。店内写真もシャレているし、店長本人もおしゃれで綺麗な女性のようだ。とても口コミに書かれているようなことが起こっているとは思えなかった。だが、実際にこの目で確かめるまでは、何が真実かはわからない。私は弟のために、そしてぶっちゃけ興味本位もあり、覆面調査の依頼を受けることにしたのだった。ガラス張りの美容院の場合、外に面した窓側の席には可愛い子しか座らせないって聞いたことがある。そういう感じのやつなのかな？美容室で壁側の奥の席に案内された私が通りますよっと。覆面調査の結果がどんなものなのか、オラワクワクすっと。私は早速スマホアプリを使い、店長を指名して予約を取った。予約完了通知のメールを確認したが、内容は当たり障りのないもので。服装の指定や年齢制限など、特別な文面はなし。心よりご来店をお待ちしておりますという、至って普通の文言だった。予約の前日のメールも、同じような内容で、特段変わったところはない。実は口コミはいたずらなのではないかと、私は疑念を抱き始めていた。当日、私は予約の10分前に店へ行った。店のドアを開くと、店員が走り寄ってきた。来客の反応スピードも悪くないようだ。しかし、店員は私の姿を見ると、あからさまに焦り出した。今日の私の格好は、T シャツとスウェットパンツに、ペタンコサンダルという、スーパーナチュラルリラックススタイル、つまり、ほぼ部屋着だ。
普段お世話になっている美容室へ行くときは、もう少しきちんとした服で行くが、今日はあえてこのラフな服装でとつってみた。この服装は別に私の趣味ではなく、弟からの指示で着ているに過ぎない。そして、私はかなり化粧映えするタイプの顔で、つまりすっぴんはそれはもう素朴な顔をしている。しかし今日は弟の頼みで、ほぼすっぴん状態。経験上、すっぴん状態だと、驚くほど他人に舐められることが多い。普通の美容師なら客がすっぴんで素朴顔でも、きちんと対応をしてくれるはずだが。そちらのお洋服だとちょっと。と、店員はつぶやくように、小さな声を出した。どうかしました？と、私が聞き返すと、店員は気まずそうにそわそわしている。すると、店の奥から店長が現れた。いらっしゃいませー。と、明るい声でこちらにやってくるも、私の姿を見た瞬間に、店長は厳しい表情になった。予約していた一致です。と、私が言うと、いえ、この時間に予約は入っていません。と、店長は接客スマイルでいきなりそう言った。いや、ちゃんとアプリで予約しましたよ。と、私はスマホの予約画面を見せてみたが、店長はスマホを見ることもなく、よそのお店とお間違いじゃないですか？と、強気の姿勢を崩さない。店長の先制攻撃に驚いたものの、私も負けじと予約の正当性を主張した。しばらく店長と私の押し問答が続いたが、いい加減面倒くさくなったのだろう。店長は大きなため息をついてから、説明を始めた。一致さんでしたっけ？ TPO ってご存知ですか？それくらい知ってますけど。嘘だ。だって、すっぴんでジャージって、美容室に行く服装じゃないじゃないですか。と、店長は私のファッションを嘲笑った。この服装に問題がありますか？と、私は聞いた。確かに気合の入ったおしゃれな服装ではないが、カットの邪魔にならないように、ちゃんと首元がすっきりした服を選んでいる。うちの店にはふさわしくないんですよね。うちって、モデルさんやインフルエンサーさんが来るようなお店なんですよね。だから、美意識の低い人は、お断りさせていただいてるんですよ。と、店長は高飛車な感じで言ってきた。私は店のホームページや SNS にも、予約サイトにも書いていないと抗議した。服装の指定があるのなら、きちんと明記すべきではないか。事前説明もなしに、来店した客に対して、そのような態度を取るのはそちらの不手際ではないのか。すると、店長は再び大きなため息をついて、ホームページや SNS を見たなら、うちの雰囲気もわかるでしょう？若い子ならまだしも、いい歳したおばさんなんだから、暗黙の了解くらいわかるでしょう？と、とうとう私をおばさん扱いする店長。私がおばさんなことは否定しないが、少なくとも店長の方が私より5歳は年上だろう。察してくださいよとヘラヘラ笑う店長に、私は猛烈に怒りを覚えた。店って、お客様を選べるんですよね。残念ですけど、あなたはうちのお客様になれません。次の予約もあるので、どうぞお引き取りください。と、店長はあからさまに私を見下した表情でそう言うと、そのまま店の奥に引っ込んでしまった。ずっと横にいた店員は、気まずそうに。申し訳ありません、申し訳ありません。と、半泣きで何度も私に頭を下げてきた。ちょっと気の毒なくらいビクビクしている店員の様子に、部外者ながら、店での扱いが心配になった。その後10分ほど粘ってみたが、最後まで店長は出てこなかった。結局、私は髪を触ってもらうことすらなく、美容室を後にするしかなかった。わかる、年上におばさんって言われたくないよね。勝負服がジャージの俺は、美容室へ行く資格がないって。こと？私は切った髪がかかったりして痒くなるから、美容室はすっぴんで行く派だったんだけど。幸い入店拒否はされたことはないな。ラフな服装で来店した一致を、これでもかと馬鹿にして追い返した店長。常識的にありえない行為だが、店長はカリスマ美容師のおごりがあるのか、全く意に介していないようだ。しかし、理不尽な対応をされた覆面調査員一致は、きっちり弟へ調査結果を報告した。結果を聞いた弟が怒らないはずがなく。弟へ電話で調査結果を報告すると、よほどショックだったのか、弟はしばらく無言だった。ようやく口を開いたかと思うと、俺も自分で確かめたい。と、弟は怒りで震える声でそう言った。そこで私は弟と打ち合わせして、クレームを言うという名目で、もう一度店突することになった。他のお客様の迷惑になってはいけないので、予約が空いている時間に攻め込むことにした。ちなみに、さっき書いたように、私の顔は、かなり化粧映えするタイプ。歴代彼氏にも、すっぴんとメイクした顔では、同一人物だとわからないと言われるレベルなんだ。
ぶっちゃけ、自分の顔にコンプレックスがあるから、メイクが好きになったんだよね。メイクって女性にとっての武装だと思う。そんなわけで、今回はいつも以上に丁寧にメイクをして、流行りの服に身を包んで完全武装。戦闘態勢バッチリの状態で、美容室へと突った。弟は近くのコインパーキングに待機。スマホを弟と通話状態のままでポケットに入れて、弟がこちらの状況がわかるようにした。店のドアを開けると、店長が素早く駆け寄ってきた。店長は私の姿を頭の先からつま先まで、舐めるようにじっとりとチェックした後に。ご来店は初めてですか？今でしたらすぐにご案内できますよ。と、満面の笑みで言ってきた。どうやら今日の私は店長のお眼鏡にかなったらしい。いえ、先日来ました。ええ、お客様みたいな綺麗な方は、一度見たら忘れないはずなのになぁ。と、わざとらしく驚く店長。あなたに帰れって言われたんです。私はきちんと予約もしてたんですよ。と、私が言うと、店長はそんなわけないと否定した。このままでは埒が明かないので、私は前回の予約画面を表示したスマホ画面を見せた。弟との通話がバレないように、スマホの画面はさっと見せてすぐ引っ込めた。一週間前に予約した一機です。店長は記憶の糸をたどっているようだった。覚えてないですか？予約表を見直したら、わかるんじゃないですか？と、私は指摘した。店長はしぶしぶ予約表を見直した。すぐにハッとした表情になり、それから信じられないという表情で、まじまじと私を見つめた。え、あ、この間の？と、焦る店長。と、次の瞬間、ドアベルが来客を告げた。いらっしゃいま。って、オーナー。ここで弟も登場した。どうしたの？今日は来るって聞いてないよ。と、驚く店長に、弟は冷たい声で言った。話はすべて聞かせてもらったよ。やっぱり先輩がクレームの原因だったんだね。は？一体何のこと？と、しらばっくれる店長に。私が伝えたの。というか、前のやりとりも伝えてるし、今の会話も全部電話で弟に聞いてもらってたから。え、弟。挨拶が遅くなってすみませんね。オーナーの姉の一気です。と、私はにっこりと笑った。突然の出来事に、店長は驚きを隠せないようだ。前回のお断りのやりとりを聞かれたことは、予想外だったのだろう。弟に指摘された途端に、店長はあからさまに慌て出した。いや、その。っていうか、店長の姉だかなんだか知らないけど、ブラコンですか？暇なの？と、焦った店長は会話の矛先を私へ向けた。俺が姉ちゃんへ覆面調査を依頼したんだよ。あまりにも店の評価が悪いから。と、私が言い返す前に、弟がピシャリと言い切った。そんな、兄弟揃って私を騙したってこと？ひどい。と、あろうことか、店長は被害者面をしだした。弟が話し合おうとしても、メソメソと泣いて話し合いに応じない店長。たまらず私は、いい年したおばさんが、泣けば許してもらえると思ってるの？と、前回の恨みを込めて、店長に対してちょっと意地悪な指摘をしてみた。もちろん、普段は他人に対してそんな風に言ったりしないけど、何せ前回の来店時に店長には散々馬鹿にされたから、かなりイライラが溜まってたんだよね。すると、店長はきっと私を睨みつけて、はぁ？厚化粧女がうるさいんだよ。と、低い声で私を睨みつけた。なんだ、嘘泣きしてたのかと、私は心の中で突っ込んだ。店長の表現っぷりに驚き固まる弟に、店長はぐいぐいと詰め寄った。オーナーが売り上げが悪いって悩んでたから、私なりに工夫しただけじゃん。実際に、私がお客さんを選ぶようにしてから、SNS の宣伝で来客が増えたじゃない。と、店長は不満たっぷりに主張した。先輩のやり方は極端すぎるんだよ。確かにインフルエンサーやモデルが SNS で宣伝をしてくれるけど、その分カット代は無料じゃないか。それに先輩がお客様を見た目で判断するせいで、口コミだって悪くなる一方だ。事実、リピーターは減っているじゃないか。と、弟も負けじと言い返す。だから、今はお客様を厳選してるの。憧れの美容室には、お客様が憧れるような、綺麗なお客様しかいらないのよ。と、店長も一歩も譲らない。店長の圧力に、弟も負け気味だ。だんだん見ているこっちがイライラしてきた。本当は弟のやり方に口を出すつもりはなかったが、いい加減に我慢の限界だった。グダグダと言い合う二人に対して、怒りが頂点に達した私は、二人とも、いい加減にしなさい。と、二人を一喝した。私の声に驚いた二人はピタリと言い合いを止めた。立場のある大人が、揃いも揃って見苦しい。私は二人をじっと見つめた。まずはあなた。と、私は店長をじっと見つめた。
可愛くないから、綺麗じゃないから、入店拒否？バカじゃないの？可愛いも綺麗も作るものでしょうが。美容師のあなたが作ってあげなくて、どうするのよ？と、私が叱ると、店長は面白くなさそうに口を尖らせて、私から視線をそらした。あんたも、自分の店なんだから、他人任せにしないでしっかり手綱を握りなさいよ。元職場の先輩か何か知らないけど、この店のオーナーはあんたでしょう？と、私が叱ると、弟はしゅんと小さくなった。店長の処分はどうするのか、今後店をどうするのかと、私が弟へ質問攻めしていると。やめて。と、いきなり店長が大声を出した。オーナーは悪くないの。怒るなら私を怒りなさいよ。店長は私と弟の間に立ちはだかり、弟をかばうようにして両手を広げた。店長の突然の行動に、あっけに取られる私と弟。オーナーのお姉さんだかなんだか知らないけど、これは私とオーナーの二人だけの問題です。部外者がしゃしゃり出てこないでください。いや、弟に頼まれたから、私はここにいるんだけど。と、私は返したが、店長は聞いてもいない。店長はさっと振り返ったかと思うと、ゆっと弟の手を握り、弟の目をじっと見つめた。オーナー、好きだよ。私の行動はすべてあなたのため。あなたにふさわしいお店にするために、私は心を鬼にして、お客様を選別していたの。と、いきなり愛の告白をかます店長。どうやら店長の脳内はお花畑だったようだ。突然のメロドラマ展開に、私と弟は驚きのあまり固まってしまった。わざわざ前の店を辞めたのは、オーナーと一緒にいたかったからだよ。と、上目遣いで弟を見上げる店長。告白してテンションが上がっているのだろうか？いや、俺が既婚者だって知ってるよね。と、弟が冷静に返すと、あんな地味な女、オーナーには合わないよ。オーナー、目を覚まして。私は誰よりもあなたのことを本当に理解してるし、あなたのためなら何でもできるよ。だから、あんな地味女と別れて、私とやり直そうよ。と、店長は微笑んだ。だが弟は、今まで見たことのないような冷たい表情で、店長を見下ろした。弟は、さっと店長の手を振り払うと、今すぐ店を辞めてください。いや、辞めてもらいます。と、感情のない声で解雇宣言をした。え？お客様を容姿で区別するなんて論外だし、俺はそんなことを望んでいない。先輩の行為はありがたいですが、あいにく俺は妻を愛しているので。と、弟は店長を突き放した。あなたのせいで、店の評判はガタ落ちだ。はっきり言って損害賠償を請求したいくらいだけど、今回は懲戒解雇で手を打ちます。今日中に店を出て行ってください。と、弟は淡々と店長への処分を告げた。そんな。と、店長は悲鳴を上げた。既婚者の弟が、自分になびくと思っていたのだろうか？普段穏やかなタイプの弟の表現っぷりに、店長はショックを受けたようだ。その後も店長は弟へ愛の告白を続けるが、言えば言うほど弟の顔は脳面状態に。弟は愛妻家なのに、地味な女と罵ったのは愚策にも程がある。妻をけなされて修羅となった弟は、とうとう泣きじゃくる店長を強引に店から追い出した。しばらく店長は店の前で泣いたり叫んだりしていたが、これ以上続けるようなら警察を呼ぶ。と、弟が睨みつけたところで、ようやく何をしても無駄だと悟ったらしく、肩を落としてとぼとぼと帰っていったのだった。嵐が去った後に、弟から改めてお礼を言われた。店の対応もあるだろうから、私は一足先に退散した。店長が香ばしすぎて草。なんだ、ただのメンヘラの暴走だったのか。ちなみに、普段メイクバリバリの嫁や彼女が、自分だけに見せるすっぴんが好きな男は多いぞ。いくら店長が美人でも、年齢と行動が合ってなさすぎて痛々しいわ。見た目の良さにあぐらをかいて、中身を磨いてこなかったタイプと見た。その後、弟が宣言した通りに、店長には懲戒解雇処分を下したらしい。お客様への暴言やひどい扱いによる経営への打撃に加えて、店員へのパワーなハラスメント問題も判明したためだ。店長は店員に対して、自分の行いをオーナーへ報告したら、店を辞めさせてやると圧をかけていたらしい。店をクビになった店長は新しい職場を探すも、店長を雇ってくれる店はなかったそうだ。もともと店長の横暴さは以前から有名だったらしく、今回の騒動ですっかり厄介者で定着してしまった。昔は本当に尊敬できる先輩だったんだけどな。最近は客離れも激しかったし、もう先輩は第一線で活躍することは厳しいと思う。と、弟が言っていたっけ。美容業界は噂が回る速度も速い。ましてや今回は懲戒解雇処分だ。美容師として働けなくなった店長は、現在は夜の店でひっそりと働いてるとかどうとか。
今回のことがあったので、弟は心機一転すべく、店をリニューアルオープンすることにした。今度はマメに店に顔を出すと、弟は言っていた。老若男女、いろいろなタイプの人が、リラックスして来れるような、落ち着いた店にしたいそうだ。ちなみに、リニューアル工事中の間だけ、弟の店員を家で預かることにした。実は、私はネイルと松江区サロンを経営している。店員は松江区ができるというので、店が完成するまで家で働いてもらっている。もし今度の店で何かあれば、私に相談してもいいからねと、言っておいた。店員は、店長の精神攻撃のせいで最初はおどおどしていたが、実は明るくて素直ないい子だ。店がリニューアルオープンしたら、店員に葛藤してもらう約束をしている。今度はいい店になるといいなと、弟と店員には期待している今日この頃だ。一致おつ。カリスマ店長の落ちっぷりに、所業無常を感じたわ。精神攻撃をされると、まともに考えられなくなるんだよな。店員が本来の明るさを取り戻したならよかった。次は一致が覆面調査する機会がないことを祈ってるよ。弟への歪んだ愛情とカリスマ美容師のプライドで、おかしな価値観を振りかざした店長ですが、最終的には自分の行いのツケが回ってきたようです。もしあなたの周りに店長のような人がいて、あなたや知人を差別するような言動を取られたら、あなたならどうやって対処しますか？コメント欄にて教えてくださいね。ちなみに、美容室へ行くときは、あなたはどのような服を着ていきますか？基本的には普段着、普段のメイクがいいとされているそうです。いつもの服装で行くことで、美容師側も、お客さんの好みやスタイルを把握しやすくなり、結果的に、お客さんの要望と持っている雰囲気に合った髪型を、提案してもらいやすくなるそうです。もし近々美容室へ行くご予定があるのなら、実践してみてはいかがでしょうか。それでは今回もご視聴ありがとうございました。